皆さんお久しぶりです。銀次郎です。 YouTube なかなか久しぶりの投稿になりますが、まだ1年半ぐらいじゃないかな、マジで多分500日近くなってると思います。すみません、ちょっとねいろいろとあって今銀次郎何やってんのっていう質問の方もあると思うんですが、今はクロスフィット高塚さんの方でお世話になっております。でまあトレーナーっていう職業は辞めてませんのでご安心ください。まあ心配してる人もいるかわかんないけど、とりあえずトレーナーっていう職業は一応続けております。ありがたいことに一応至って健康です。ちょっとお肉はすごい乗っちゃってるけど、それはちょっと今からそぎ落とすからね。まあ、9月1日だしもう今年4分の1しか残ってない。とりあえずね90日あれば人間って結構大きな変化を作り出せるんじゃないかと思いまして、とりあえずまあ90日 SNS もそうですけどダイエットも筋トレも頑張っていこうかなと思います。僕は一番問題なのが継続なんですが、それはもう自分でも一番分かってます。はい。ですがまず一歩踏み出す、まず一本目の動画を出す、まず一回目のトレーニングをするっていうのから始まると思うので、まず今回はそういう気持ちで動画を撮らせていただいてます。だいぶ時間が空いちゃいましたが申し訳ございません。でも心を入れ替えて YouTube の方も頑張ろうかなと思いますので、よろしくお願いします。なんならね YouTube 様の方から投稿してなさすぎてもう収益化なくすぞっていうメールが届いてたので、でもまあ筋トレも頑張っていきたいしダイエットもしたいし SNS も頑張りたいし、4分の1しか残ってないけどまだ4分の1も2024年は残ってるっていうことなので頑張っていこうかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。あと見たい動画とかねあればぜひぜひコメントの方に残してください。では皆さんだいぶ空いちゃいましたが、これからの銀次郎を応援してください。よろしくお願いします。